美味しいだけじゃない。夏バテ予防にもおすすめです。豚の味噌漬け、材料2人分です。豚ロースンク2枚、漬けだれは味噌大さじ2杯、みりん、酒、粒マスタード各大さじ1杯、付け合わせ野菜適量。料理のポイントです。豚ロースンクは筋切りしましょう。こうしておくと焼いても縮まず美味しくいただけますよ。ポリ袋を使って豚肉をつけます。調味料も混ぜやすく、そのままつけられるので便利ですよ。1時間から半日ほどつけましょう。あとは焼くだけ。高温でゆっくり火を通しましょう。豚肉は疲労回復に効果のあるビタミン B1 を多く含んでいます。その量は牛肉のおよそ10倍だそうです。美味しいのはもちろん、夏の暑さで疲れた体にもおすすめの一品です。ぜひお試しください。おつまみはもちろん、おかずにもなる和風サラダ、しめ鯖と香味野菜の和え物、材料2人分です。しめ鯖1枚、三つ葉 100g、 みょうが3個、調味料は酒大さじ1杯、醤油、みりん各小さじ1杯、おろし山わさび大さじ1杯。料理のポイントです。三つ葉の根元は食べやすいようにさっと湯通しします。しめ鯖はちょっとおしゃれに斜め切りにしましょう。山わさびをすりおろします。さてここで一工夫。おろし器に少し酢を垂らしておきましょう。酢が酸化を抑えて変色しにくくなりますよ。調味料におろし山わさびを加え、材料とさっくり混ぜれば出来上がりです。さっぱりとした口当たりで、食欲のない時にも美味しくお召し上がりいただけますよ。ぜひお試しください。体も喜ぶボリューム満点の一品です。スタミナ納豆グラタン、材料4人分です。納豆3パック、長ネギ1本、卵1個、味噌大さじ2杯、みりん大さじ1杯、木綿豆腐1丁、塩少々、ミニトマト8個。料理のポイントです。木綿豆腐はしっかり水切りしましょう。この一手間で美味しさがぐんとアップしますよ。長ネギの白い部分はみじん切りにします。蛇腹にしてから小口切りにすると簡単に細かくなりますよ。納豆を粘りが出るまでよく混ぜたら、長ネギの白い部分、卵、調味料を加えます。高温のオーブントースターで15分ほど焼きましょう。彩りに長ネギの青みをあしらってお召し上がりください。次回は夏にぴったり爽やか全肉をご紹介します。Join Chef Sachiko. 自分の家でも手軽に作ることができるんですよ。As she introduces authentic Japanese dishes.